大津おセンターに入れたシュートゲット追いつけましたマルコスジュニオンのゴールエクマルノス追いつきましたこれはサイドで起点を作ってこの斜めのこう中川のランニングが効きましたねこれと、まあ、ゴールラインギリギリだったんですけれども、まあ、これを中に入れるっていうのはこのスピードもありますし体のキレもいいですねここ少しエジガールジュニアをフリックしてますかね、はいまあ、このシュートも落ち着いてましたけれども、はい、ここは中川の今畑中ワンタッチでこう、ね、スペースに出しましたけど、はい、本当チャンスですねマルコスジュニオール外から中川こぼれ球石川ですオフサイドはありません三好折り返して中川中川フィニッシュナイスセーブ西川今もほとんどフリーな状態で打たれましたもう全部後追いになってますからね、動かれてパスが出てそして詰めて、まあ、できれば牧野もうちょっと寄せられるとよかったですけどね、はい、いい形でボール持たれてしまったんでね難しかったですけどねずっと点が入っていない状況というのは非常に長く感じるでしょう、まあ、いい守備ですね木田三好中川ナイスボール1対1同点に追いつきました後半の24分見事に決めましたこれ三好からですよね、はい、少しバックステップして開いた中川へ中川が右足切り返して左足のインスイングのシュートこれは素晴らしかったですねまずボールの運び方が良かったのとこのやはり中川のワンタッチもらってそのまま縦に遠藤カットイン遠藤渡すマルコスジュニオールかわしてパスそしてここで打ってないからかわいやーポストだクリアこれはしかしポストが救ってくれましたが内側うわやっても中が持ってますね持ってますさあ来たマルコスジュニオールスルーパスだ中川中川かわしてシュート先手を取った中川 F マリノス先制ですマルコスジュニオールそして中川そしてレイさあボールを持ちましたここからですエジガルジュニオアドバンテージを見ているエジガルジュニオ倒れないぞ渡すそのままシュートは中川いや強いですね強いですね間スルスルっとね得意の左足いいシュートでしたねいいシュートでしたねコースを狙ったシュートですけどカミスキ、まあ、カミスキ余裕ありましたね今ね、はい、さあカウンターのチャンスマルコスジュニオールドリブルでかなり速いスピード上げてきたこれは決定だ最後のフィニッシュ切り返し中川2点目 F マリノス突き放しにかかりますこれは見事なカウンターでしたねいや素晴らしいカウンターですね、まあ、ここからですよね、はい、このファーストコントロール見事ですよねこの後ですよここ触られるかなと思いましたけど、うん、ここいいタイミングでそれも中川の走ってるもう足元にぴったりと入ってるわけですよね、うん、スピードも全く落ちることなくですね、はい、中川のところにいい形でボール入ってますから中川にはいろんな選択肢をある時間がこう与えられましたよね、うん、それによってですね余裕を持ってやっぱ相手かわしてコースを狙って流し込みましたよね、はい、見事なカウンターですね非常に前後ろと広範囲に渡りますこの人いいところで取りました中に入れるさあこれはチャンスだ中川右足先制ここで相手のラインを上げさしといてその背後のスペースを使って最終的にはゴールキーパーとディフェンスラインの間に速い低いボールを、まあ、入れるっていうのが一つの狙いなんですけれどもこれはもう狙い通りのゴールですね今シーズンの6ゴール目やはりマルコスジュニオールが一つ起点になって中川のスピードを生かした攻撃だったですね
そこでマルコス・ジュニオールがどう生きてくるか、はい、左を使って、そして今遠藤切り返し効きましたね。これ遠藤渡した、バイスクルかボレーだ、最後はうまく中川が決めました。右足勝ち越し1対2。さあドラゴンボールパフォーマンスは今日は出ないか、中川でしたか。ですからペナルティーボックスの幅で攻撃できますから、まあ、これも何度も言いますけど、マンチェスターシティとかよく使う攻撃の動かし方なんですよね。自分たちの意図をどうやり続けるか。さあ裏を取って中川、中川シュートだ、決まった、中川決めました。これで3試合連続ゴール、中川のところで自分の仕事を果たしましたね。いや、先ほどはオフサイド、今度は絶妙なタイミングで抜け出してきました。マルコス・ジュニオールがですね、ボールを持っててこのプレッシャーかけれてないんですよね。ですから、はい、中川はゴールの方に走ってきましたから、松原はこれ残念ながらついていくのが一つセオリーではあったんですよね。オフサイドライン取るんではなく、見事に背後をつきましたし、間違いなくオフサイドではなかったですね。いや、非常にうまいこの裏の取り方、そして最後。しかしここは F マイノス、中に中川が入ってくる。前川、フィジカル陣に行きます。おっと滑ったぞ、戻して、前川慌てて戻ります。中川、中川コースを探す、パスを出す、フィジカルジュニオー、ミスを起点に先制ゴール。F マリノス、エディガルジュニオ、3試合連続のゴール。まあ、でも中川もうまく落ち着いてかわしながらラストパスをしましたね。エディガルジュニオもいいポジションで待っていて、まあ、決定力はありますかね。中央に置いていってもやっぱ彼の良さ出ないですからね。こういう形でボール前向きで受けて仕掛けるの得意ですから。広瀬が内側にサポートできます。残した、中川ラストパス浮いて遠藤、中川追いつきました。 F マリノス今度は鹿島サイドがオフサイドの抗議。この後です。この後コンスンテとですね、犬飼がエリキ裏に、中川間に合って、中川だ、東口、中川、マルコス・ジュニオー決まった。一度はしのいだ東口、しかし最後はマルコス・ジュニオー。マルコス・ジュニオー、中川左足、左ポスト、また中川、遠藤啓太、遠藤右足だ、遠藤、遠藤に通った、渡す、ゴール前のキャッチゴール、見事に決めた中川だ。通算1400ゴール目、中川ワンタッチゴール。ここのピラトンがうまかったですね。タイミングを少し外して、ハイネルの裏を取った遠藤へのパス、まあ、中川の動き出しもそうですけどね。あ、そうですね、中川うまく荒木の背後取りましたね。はい、思えば中川は広島戦、あの令和初ゴールを決めたのも今シーズン。前にいるエリックに何とか合わせたいところですが、クロスボールは一山越えて、チャンス、中川仕掛けて入れる、いいタイミング、右足、技ありシュート、0対2。今
今のはうまいシュートでしたね。取れるようなキックなんですけども、なるほど、まずこの高野のボールが良かったですし、まあ、向かっていきながらボール1個分だけずらしてですよね、はい、蹴り方を見ると合わせろよって感じにも見えるんですけども、まあ、でもちょうどいいところにボールが行きましたね、この1個分ティーラと木田、中川シュート、ゲットしました。中川照彦、今シーズンここからです、はい、かわした瞬間なので、早いんですよね。なので秋元のステップが間に合わないですよね、はい、でスピードもこう絶妙に緩いというかね。そうですね、心にくいシュートでしたね。ペトロビッチ監督もですね、苦笑いをした後に手を叩いて鼓舞していますね。はい、右サイドから屈指の中川センターにアイボールだ。2点目、いや、いいボールでしたね。中川から素晴らしいクロスでした。間でしたね、ちょうどね。そうですね、キム・ミンテと進路の間ですかね、エリキね。いや、今日2ゴールです。まあ、質の高いボールと中の入り方、動き出し、はい、素晴らしいボールと動き出し、ドリブルででも行く、カットしました。おっと、さあ抜けた、キーパーと1対1かわしてシュート、ゲット。すごい、復活をアピールしますね。復活ですね、ここまでハイテンション素晴らしいですけど、ドラゴンボールパフォーマンスですよね。ここで少し密集して、そこをうまくすり抜けましたけど、コース取りも上手ですし、ここもね、落ち着いて外して、最後はインサイドですけど、ここも先ほど倉敷さん言った通り、やっぱりゴールにパスですよね、はい、で外すまで、そしてシュートを打つまで、やっぱりイメージしっかり持ってましたよね、そうですね、ドリブルで運びながら、はい、あ、素晴らしいゴールでしたね。これもう森保さん、僕を選んでもよかったんですよっていうぐらいのね、なんで入らないんですかっていうね、はい、それぐらいのパフォーマンスですね、はい、まあ、相性としてはいいだろうという分析だと思うんですよね、はい、ですからこれをうまくマリノスとしてはどう考えるかですけども、ただどうしても3トップに来ましたね。中川の左足、始まってわずか1分25秒乗ってる男、中川シーズン14点目。まあ、いつものこのサイドで受けてからですけどね、まあ、松本はディフェンスはかなり人数が余ってるんですけども、横に這うドリブルに対してディフェンスラインが飛び出していけませんでしたね、まあ、それをうまく利用しながら、まあ、シュートは見事でしたけども、まあ、ここフリーになりましたからね、シュートコースは空きましたし、よくそこを流し込みましたね。もう少しボールが蹴る瞬間に浮いたんですね、それがうまくヒットする形になったかもしれませんね。お、見事ですね。左の隅にコントロールして流し込みました中川。藤田、松本の、あ、でこれがあります、ね、松原から中川、得意な形で崩したが中川が打つ、まさに松原中川のあうん、この2人でもってよく破ります。まさにこれ、見事でしたね。このボールを置いた時に、まあ、相手の高橋の角度ですよね、外を向きましたので、その背中側一発を通しましたけど松原が、はい、まあ、中川もそこを狙ってましたけども、まあ、相手の立ち位置ベクトルというんですけどね、その矢印の方向の逆側を取っていくというのは非常にうまいですよね、はい、さあティーラとマテウスのスピードを生かしに来ます。残したマテウス、マテウス対森田、えぐったマテウス、折り返し、中川だ。出場したリーグ戦これで5試合連覇です。取りました、中川照人。まあ、川崎がアクションを起こして、はい、アクションをあらかじめ、まあ、分かった中で中入れて外入れて、でマテウスのところに1対1で勝負しかけたんですけど、まあ、強い選手外側に置いて、ね、右は中川、左マテウス、大物の1対1のスピードと、まあ、強さで突破しましたし、はい、よくクロスのところまでしっかり中川も入ってきますね、やっぱ走ってますよね今のは。
ングを狙ってきた中川、中川を返してエリキラー、惜しい、3点目、進撃のトリコロール、その差を広げる F マリノス。そして中原が右で、清武は外この一角になったかもしれません。アンデルソン・ロペス行く、アンデルソン・ロペス折り返しフリーだ、中川追いつきました。 F マリノス交代的中、アンデルソン・ロペスから中川。ただこのクリアボールはもう一度セレッソ、前向きに引っ掛けた小池、中央アンデルソン・ロペス、スペースに出して中川だ、中川スピードによって中川だ、キム・ジェンキョン、こぼれのアンデルソン・ロペス。またエブリ行きます、中レオセアラ、後ろからボール、シュート、逆転、中川です、2対1、これも縦に速い攻撃。まあ、昨シーズンの前田大然もイメージしながら、左にいてもチャンスがあればゴール前に入っていきたいです、そんな話をしていた中川。いや鋭いですね。で背後に出たボールはもともとはエーベルにつながってないですけども、自分ではやっぱり走ったことでボールを奪って、で中を確認するというのも感覚でもう送り込んでいるように見えますから、まあ、序盤前半の序盤にもあったような場面とちょっと似てますけど、スペースがあるうちに相手の守備者が戻る前に攻撃側がゴール前にやっぱり持っていくんだと、飛び込むんだとコンセプトを感じるゴールですね。シンプルに折り返してくる、木田から左、中川シュートレンジ狙ってきた、ミドルシュート、中川、これはすごいシュートでしたね。もう左45度を受けた時にちょっとイメージは作っていたかもしれません。内側からこう走ってくれる、上から曲がりながら落ちてきたと、これは誰キーパーでも取れないかなというシュートだと思います。素晴らしいゴールですね。はい、クロスバーに当たって吸い込まれました。フロンターレは上り里に変えて佐々木朝日投入、そのまま左サイドに置きます。ロペスはロペスでプレッシングもすごくしっかり行ってますし、はい、いい活躍してますね。そのアンデルソン・ロペスから中川です、中川、中川、中川フィニッシュ、谷がよく触りました。中川もまあ、こういうところもそうだと思います、はい、渡辺が出てきて背後に中川、正田の前に入ったレオセアラーがゴール前、中川うまいスキーパー、また若原、これが先ほどの若原のショットストップ、はい、高い打点のヘディングです。エドワルド、おー、レオセアラー、中川に預けた、中川が打ったいい形でした、 F マリノス。まあ、ボーム前半同様ですよね、はい、やっぱもう本当に2人の関係だけでやっぱシュートまで行きますから、惜しかったですね、はい、水沼間に入ってきました、藤田、さあ松原折り返し、レオセアラ後ろから中川だ、うわ、先制成功、F マリノス。松原から逆サイド、中川が待ち構えていました。渡辺から長戸、中川、インシングルクロス、レオセアラー、パーフェクトクロス、パーフェクトヘッド。崩し方ももうバッチリ、もう F マリノスらしかったですね。ハイボール、このセカンド中川、この落としにエドワルド、長戸からグラウンダーターンをして、うまい、うまい、宮市
追加点、横浜 F ・マリノス、これで5得点目。これもまた非常に難易度の高いの折り返しにはなってるんですが、まあ、反射的なものかもしれませんけども非常にあのレベルは高いと思いますし、岩田が縦に入れます。藤田ワンタッチしてもう一度裏へ、左足のシュート、枠には行きませんでした。中川の左足、中川逆サイド、宮市仕留めました。中川と宮市でスピードのある2人で仕留めました。貴重な3点目が入りました。 F マリノス3対0。キーパーとディフェンスの間ですよね、今センターバックの背後ですよね。オフサイド取りに行って、まあ、苦しい状況ですけど早いですよ。早いですね。はい、デアンドロダミエ、速いボール、今度はカウンター、マルコスジュニオールからエウベル、いやー速い、いいコース取りにつながった。中川ブロックして抜けた、同点、見事なカウンターアタック。まずここのエウベルとのこのワンツーですよね。あとこのコース取り、ここね、うまく体使いながらですね、自分の前にスルーパスを呼び込んでおいて、うまくね、相手の走る前に体入れながら相手ブロックしながらですね、あとはゴールキーパー出てきたところをですね、うまく浮かして落ち着いたシュートでしたね。本当に見事なカウンターアタックですね。まずやっぱりエウベルとやっぱりマルコス・ジュニオールのワンツーですよね。はい、でエウベルのコース取り、そしてラストパス、それをしっかり外せるように下がれと言ったんだと思います。あのかつて野田さん、確かあの、ヨーロッパのビッグクラブなどのセンターバックはうまくそのあたりしっかりやれているというようなことね、はい、お話しされていたと思いますけれども、ね、さあ西村が中に抜けてきた、押し込んだ、最後中川押し込みました。ブラック上がっていません。前半のこの残り時間が少ないところで2点一気に取りました。スピードがうまくいった分、ね、サイドの攻撃にスムースに移行ができましたん で、 でちょうどやっぱりうまいところで藤田も関わってますし、でポジションを入れ替わった西村のところからなんですが、クロスがちょうど長友の左足に多分当たったと思うんですけど、うん、当たったものでちょうどキーパーとディフェンスのラインの間にボールが流れてたのかなという感じだったんですね、はい。運びのところを少し改善をして、エドワルド、これでうまく裏取った。そして中川、ゴール前にレオセアラー、90分、大きな3点目、 F マリノス。エドワルドロングフィード、絵に描いたようなカウンターでした。中川、そしてレオセアラー、少しボールに寄るんですね。それにディフェンダーが引っ張られて、ディフェンスの背後をその瞬間に取られて、もういても簡単にですね、背後取って最後はラストパス狙いすまして、レオセラにですね、レオセラも落ち着いてましたね。キーパー出てきたところボール浮かしてですね、なんとなくしてますっていう守備じゃないですよね。取りに行ってますよね。取りに行ってるっていう、そういう圧力を感じるようなね、そういう守備ですよね。ちょっとオフサイドっぽかったですが、水沼が行く、折り返し、中川決定的な3点目。タイミングよくサイドを取りました、 F マリノスだけでしたけど、ちょっとここのシーンがちょっと微妙だった感じは、あ、ないですね。揃ってましたか。はい、タイミング良かったです ね、 そうですね。中がここからね、酒井監督の前入っていくんですよね。一度背中取るようなふりをしといて、そこからニアサイド入ってきますから、あと西村も遠い方のサイドに行ったことによってできたスペースをうまく使ってますし、水沼もやっぱそこを逃さなかったですよね。いいタイミングで折り返して、まあ、あと合わせるだけ、まあ見事なゴールですね。途中から出てきて大きな仕事しましたね、中がね。はい、